で、えー、です。す、えー。編集でお送りしていますー一分間にとく今日も情熱三年のニュースのトラガオから、えー、この自民党参議院議員、えー、片山夏樹氏に聞く。 改正入管法と LGBTQ 論争そして災害対策の真実自民党はどうやって手間と戦っていくのか「さつきチャンネル」コラボ大企画ですねもう衆議院選後は自民党を関すとなりますけど国民民主党のいろいろな政策合意等がどうなるかですねそれとまた来年ですかね参院の審議が あ待ってますけどいろいろこの改正ですね、このはえー、っと、いつも拝聴します、ちょっとお忘れしたいですね、はい、この片山さんですね、いろいろとこの女性の,の法律、なかなか私も詳しく分かりませんけど、このデマですね、本当に真実ね、自民党はどうやってデマと戦っていくのかということで、引き受け注視していきたいと思います。 私もあ対し判断ですね。えー、日本の話が違いますけど、日本の安全保障、そして経済活動ですね。えーえー、きちんとした健全な与党、健全な野党と会ってほしいと願いますね。はい。えー、私、個人的な考えで、この、えー、相撲の、うに、 捉えて、えー、この西の横綱、東の横綱、えー、がっぷ横綱相撲を取ってほしいと思います。政治も、えー、きちんとですね、きちんとそういう大しえー、認識を、私も、情熱ら三年のニュースのトラガオ、大学講座の障害学習としています。なかなか勉強中ですけど、はい、えー、引き続き、情熱ら三年のニュースのトラガオから、自民党参院議員、片山さつき氏に聞く、改正入管法と、LGBTQ、 論争、そして災害対策の真実、えー、自民党はどうやってまた戦っていくのか、さっきチャンネルから、えー、実際政治を動かすのは、ね、大変ですね、という思いがありますけど、えー、この日本のために政治を行ってほしいと思います。マサートです。マ、え、サート、ま、の YouTube、チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願い,いします、えー。また引き続き、えー、聖書を学びたいというおプトマを募集してますのでよろしくお願い,いします。次回の1分間にお願いお会いしましょう。マサートでした。終焉ーゲネツレッツパセレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。